史上最高の売り上げを記録。364億円です。すごい。うわ。で、インド行ったことある？あるよ。空港降りて、出た瞬間に、まあ、拉致られて。これ20万持ってたけど、10万円なくなった。Yo! Namaste! メラナン MC ケロリンヘイ、ジャパニラッパーフン。Namaste!ケロナンミッチーフ。え、ちゃった？メラナン。メラナンミッチーフ。はい。今日もですね、私の友達のミッチーと一緒に、インドの超大ヒット作、KGF のガリガリビデオソングっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ちなみに、インド映画 KGF 知ってます？知らない。聞いたことないです。はい。日本で見れるのこれ。日本に入ってこないインド映画いっぱいあると思う。僕はロボットが好きです。ロボット。きっとうまくいくが好きです。予習しましょう、はい、まず日本に入ってきてるかどうかで言うと、なんと入ってきてますが日本語のものないです。タミル語版の輸入版、 そのまま輸入しただけってことだよね。そう、しかも字幕は英語。どういう映画かっていうと、そんなに有名なの？めちゃめちゃ有名、どれくらい有名かっていうと、当時の2018年、北米で最初に初公開された。でその後カナンダ語でリリースされて、つまりヒンディ語じゃないよ、カナンダ語っていう言語でリリースされて、史上最高の売り上げを記録。その年のナショナルフィルムアワードなどを受賞した。ちなみに250億ルピーってどれくらいかっていうと、364億円です。日本語に、日本円にすると。歴代興行収入が日本の歴代ともうほぼ同じぐらい。ナンバーワンとね。うん。そう。まあ、そうね。日本の2位よりはもう上。そうだ。めちゃめちゃヒットしたと。それのなんかビデオソング。これもすごくって。KGF って何の略なの？何の略なんやろ。コーラーゴールドフィールス。場所の名前っぽいね。あ、場所の名前や。結構西の方ですね。じゃこれのね、ちょっと動画を見ていきたいと思います。はい。3、2、1。お、セクシーダンスですね。セクシー。インドはなんでこんなダンスが多いの？人多い。めっちゃダンスしたがるじゃん。すごい人多い。インドってなんかこのイメージある。うん、首を動かす。これは映画に出てくるシーンな。関係ない。関係ないと思う。あ、そうなんだ。うん、もしかしたら出てくるかも。映画のプロモーションムービーみたいな感じ。そう。じゃあこの人も主演級なんだ。主演なんだこれ多分。うん、ヒロイン。うん。ダンスしないですからね。うん、ダンスできることが必須なんだ。すごい。うわ、すごい露出だな。すごい。これは何語なの？これがね、カンナム語みたいな。インドって23個確か言語があるらしい。それで、あ、そうなんだ。うん、みんな喋れるの？23個。じゃあ喋れない。だから他の町に行くと全然言葉通じない。だから英語で喋ったりとかするらしい。でも映画は英語で喋んないんだ。ね、それびっくりよね。すごいわ、めっちゃセクシーやった。男の人が全然出てこなかったね。ほぼ女みたいな。そうだね、女の人のなんかこう強さがこうバッて出てきてたビデオな気がした。チャプター1ってことはいっぱいあるんだ。シリーズが続編もあるんだ。あると思う。なるほど。ちなみにこれ面白いのが、インド映画ってこれ映画と関係あるのって言ったやん。これなんか映画のあらすじ見ると全然関係ないことがやどったりするんよね。
前の映画でもなんか結構明るいダンスやったのに中身がその麻薬の話やったりとか多分全然関係ないね。そうそうそう、うん、何なのこれは、なんで踊ってんの。結構殺害とかそういう恐ろしい、奴隷を救うために一人一人殺しますとか、映画では結構悪いっていうかひどいこと起きてるけどダンスはするみたいな暗殺とかね。結構映画の中本編にもダンス入ってんのかな、こんなに。いやどうなんやろ、結構バイオレンスな映画だけど。そう、踊ってんの。でもインド映画も全部の映画踊ってるイメージあるけどね。確かに俺一回インドのニューデリーで映画見た、ニューデリーやったかな、映画見たことあるんですよ。その時は確かに4時間あって、で間に休憩あって、なんか変なところで踊ってたイメージがある本編と関係なく踊ってたかもしれない。関係なく、うん、分からん。もしかしたら別々に作ったのかも。でインド行ったことあるの。あるよ。マジで、うん、そうなんだ。結構若い時に一人で、2人で友達と2人で行って、うん、現地で途中から1人。危ない目で何も危なかったの。いやあったよ、もういきなり空港降りて出た瞬間に、まあ、拉致られて、うん、変なお店連れてかれて、変なツアー組まされて、所持金半分なくなって。マジで。そう、いやインド怖かったよでめっちゃぼったくられたし。なんで断れなかったの、怖かったの。もう怖いし夜やしね。へえ。その時はなんかインドの空港って夜着いたら絶対出ちゃダメですよ、うんうん、朝になるまで待ちましょうって書いてあったけど、なんか一人なんか今考えるとそれとも怪しかったんやけど、俺インドめっちゃ慣れてるぜみたいな感じで話しかけてきた人がいて、あ、じゃあこの人がいるなら大丈夫だろうってことで、その人について出てったら、なんかそのインド人がバーってこう囲まれて、車に乗せられて、変なそ旅行代理店みたいなとこ連れてかれて金出せって言われて。マジで。そう、俺20万持ってたけど10万円なくなった。何年前それ。10年前。10年前。今は違うのかな、今もそんな感じじゃん。いや分からんね。だからね俺これ行かなあかんインド。確かに、うん、10年前だからね。今は危ないのかな、どうなんだろう。どうなんやろうね、これね。ほんと行ってみんと分からんね。これちょっとね行きましょう、うん、ミッチももうインド行くんで、うん、はい。なんでインド映画は毎回踊るんですか気になります。どんな映画でもダンスシーンが入っているんですか。コメントで教えてください。なんでどの映画も上映時間が長いんですか。はい、教えてください。カナンダ語ですね。カンナダ語。カンナダ語。そう、インドは本当ね広いんで言語がいっぱいあるんですね。はい、ということで今日はインドの歴代史上最大の売り上げを誇ったカンナダ語の映画の KGF っていうののビデオを見てみました。とてもねセクシーで面白い映画でした。はい、ということでこの動画を聞いてくれた人はチャンネル登録してください。いろいろ僕たちクエスチョンしたんでコメントで教えてください。で、まあ、シェアとかもしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今日は見ていただいてありがとうございました。ダニョワーダニョワーダニョワーフィルミレンゲフィルミレンゲ生まれヒップホップ育ち悪そうなやつは大体友達そんな10代送ってないから俺のリアルを歌うよ俺は岐阜県生まれインターネット育ちカボスやってる大体友達掲示板好きも大体同じいろんなすれ荒らし